もう始めますか。今日のラジオ嫌だな。これ一番かな。違うぞ。あと2分。陰毛ですか。ひどい。あと1分。やばい。どうでしょう。じゃあツイキャス始まってるので喋りましょう。あ、始まってる。ツイキャスはね、始まってますよ。始まってる。ひとみお休みですが、どうか聞いてください。どうか。どうかどうか、ひとみんファンの方、はい、聞いてください。どうか、うん、大丈夫、高見ファンがいるから、うん、いますかね。いるよ、きっときっときっとそれはいいのか聞いてくれないですね。わざとらしいな、ね、これがなそうなのよ。では話あと20。はい、ほらもう見て帰った人いっぱいいるんですよ。あ、人いないやし、人も今日いないさ。そうなってますよね。寒っ。9、8、7、はい、寒いよ今日。5、4、3、2、1。FM ギノワンのパンドラの箱。さあ、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社エビックで知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとタカミーとサンチェスの今日は3人でお送りいたします。はい、今日はね、ひとみんが稽古のためお休みと、お休みなんです。今後もね、ひとみんがちょっとあるかもしれません。ちょっといけない時があると思いますが、はい、そんなこんなで今週、10月12日木曜日のメッセージテーマは無敵となっております。無敵って最強だけど、最終的には簡単すぎてつまらなそうですよね。〇〇になった時って絶対に誰にも負けない気がしませんか、などの皆さんのテーマトークだけではなく、その他のメールやコメントも募集しております。7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載となっております。そして7時40分頃からの月1コーナーなんですが、予定していたんですが、私がやる予定だったんですが、ちょっとですね、はい、新しいコーナーができたらなと思いまして、もしかしたらやらないかもしれません。やらないでしょ、はい、あとメルマガも募集しておりますので、メルマガ希望の方は abic@fmginoan.com までメルマガ希望と書いてお送りください。はい、はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など、最後までお楽しみが満載です、うん、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginoan.com avic@fmginoan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リッスンラディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この放送はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで
小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 型枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。それでは ABIC ラジオスタートでーす。FM ギノワンからお送りしております ABIC の ABIC ラジオということで、今日はひとみんがいなくて久しぶりの初回メンバー3人となっております。 Yes! 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 あのね、はい、このコメントもね、なくなんて悲しいあれでしょうね。寂しいな、おい。これ本当にひとみんがいないとこんなにも、うん、見てください、はい、部屋の雰囲気まで暗くなるというね。なんでしょうか、蛍光灯も切れてるね。本当にひとみんがいたらこんなに華やかになるのに、うん、そんなこと言うなよ。いや俺も思ったんですよ。悲しいじゃん。なんですが、うん、はい、3人だからこそできるトークもあるんじゃないかということで、今日はアルファベットで無敵と無敵イエーカモンなっておりますが、うん、まあ最近どうですか。1週間経ちまして、私は3連休、うん、ちょっと浜松に行ってきました。ああそうだ、おめでとう。そう、それでがっつりね、 お土産忘れるっていうね。お弁当まあお土産ですね。お土産ね、お土産ちょっと忘れてきちゃったんですけど、うん、はい、いや結婚式で行ったんですけど、いいですね。どうでしたか浜松。思ったよりも、うん、暑くないんですよ。あ、暑くないじゃない、寒くないんですよ。え、そうなんだ。沖縄とそんな変わらなくて、うん、あの日中とかは、うん、そう、夜は寒いんですけど。海は近いの？海近いですよ。あ、静岡なんで、はい、もう海に一応面してるんで、うん、でも美味しいもの食べましたね。何食った？うなぎとか。うなぎ、うなぎとか、あの浜松餃子。姉さん、うんうん、あ、そうなんだ。そう、いいね、浜松餃子、有名な餃子、うん、もう餃子大好きですから。何があるの、うん、浜松は。いや結構駅周辺にもう一応あんまり観光地があんまなくて、ちょっと駅から降りてからちょっとタクシーとか、はいはい、徒歩20分行くとかなんで、ちょっと結構タイトに結婚式とかで予定組んでたんで、うん、ちょっとあんまり行けなかったんですけど、はいはい、まあ、お昼からだったんですけど、うん、どうでした？3時ぐらいから始まって結婚式、帰ったの、うん、家帰ったの、家ってホテル帰ったのが朝の7時ですね。は？何時会まであるこれ？4時会。やば。やった後に男数名で麻雀して、うん、もうもはやあれ、もう要は寝ずに飛行機乗ろうっていう。やば。もうホテル意味なかったですね。あ、そんな感じでしたけど、うん、ということで何かあります？サンチェスさんとかどうでした？1週間、別に 何もないですか？1週間、はい、この1週間ね、仕事でねマイナス20度の倉庫に入る作業が増えちゃって。これ何ですか？これも一応ちょっと作業があって、あ、まあ言えないんだけど、はいはい、とあるものを保管してる倉庫があって、うん、そこでの作業が始まりまして、はいはい、花がぶっ壊れましてもう今日超絶花詰まりでお送りしております。あんま分かんないですね、花詰まりね。させすみません。誰ですかね。誰の真似ですかね。龍角散食っても治りません。治らないですね。治らない。まあまあまあ、一発殴ってくれ俺を。何ですか、ね、殴ってくれ。殴って治るなら殴りますけど、うん、あ、嫌だな鼻詰まり、うん、なんか嫌だね鼻詰まりって。いや本当そうですよ、うん、でね、今日はね3人ということで、はい、できるだけツイキャスのコメントもいつもですね拾えないので、うん、できるだけ拾っていこうかなと思ってますので、皆さんぜひぜひコメントよろしくお願いします。コメントがいっぱい来すぎて読めるかなこれ。本当そうですよ。まず一つ目はい、一つ目シュートさんから、バナさん、高見さん、サンチェスさん、こんばんは。こんばんは。はい、全部読めました。はい、今まで全部読めました。読めましたね。まずは全部読めました。読んだぞ。今日の目標達成だな。まずね、いや、とりあえずはね、まだまだあと 50分近くありますからはい、はい、まず、とっかかりということで、うん、最初のメール読ませていただきたいと思います。いきましょう。ラジオネームほっぺさん、ありがとうます。ほっぽ、皆さんこんばんは。こんばんは。先週の放送聞きました。高見さん、本土からお帰りなさい。すみません、本当楽しませていただきました。3週間、あ、3週間じゃない、3日間やばいだろ。長すぎるわ。長すぎますよ。今週のテーマ無敵、パッと連想するのはマリオのスターですね。あ、出るよね。すいません、やっぱそうですよね。出る出る、うん、あとマラソンやっていた頃、苦しいのを乗り越えると一気に楽になる時間があるわけさ。いくらでも走れるって感覚で、専門的にはランナーズハイっていうみたいよ、うん、ということで、これ分かりますね。分かる。
これね、なんかあるんですよね。自分もちょっと学生の頃に年末年始、はい、東京にあるあ何ですか、高尾山、うん、高尾山だったんですか、うん、登って、うん、初日の出を見ようっていう恐ろしいプランを立てまして、旅行に来てて、ね、もうお酒も飲んで寝ずに、その酒飲んで登るの、そうだからもうやばいでしょ。その時、うん、なぜか全然疲れずに登れて日の出見れたんですよ、はい、全部歩きですよ、うん、ロープウェイもあったんですけど、それ無視して、うん、なんでよ、歩きの方選んでロープウェイどうだよ、喋りながらね、友達喋りながら行こうということでやったんですけど、一人、いやいや友達、友達と恐ろしいの俺は。そしたら何入るそれでそれでまあやってたんですけど、うん、いや本当に分かりますね、この何にも、なんだろう、疲れもしない、うん、ただただ多分楽しんでる感じですね、はいはい、このランナーズハイなんかあるんでしょうね。何ハイそれは、分かんないですね。なんですか、脳の多分アドレナリンが出すぎて、うん、多分麻痺するんでしょうね、疲れとか麻痺っていうか、はいはい、あんまないですかそういう時。昔は勉強してる時とか、うん、勉強しすぎてハイになる時あったよ。なんすかそれ、いくらでも頭に知識が入ってくるわみたいな。テストそれでよかったんです、点数。いやいやダメじゃん、入ってるつもりなんですけど、入ってるつもりかもしれない。あ、普段あんまり勉強やらないから、はいはい、こうガーって集中したら、うん、なんかハイになるわけ。へえ、寝れないわけ、うん、そのまま行っちゃえみたいな。そうなの、あるんだよ、そんなことあるのか、そういうのが。ああそうですか、うん、あら、あ、ひとみ来た、ひとみんアットエビックラジオ、エビックラディオ、エビックラディオ、ラジオでいいぜ。皆さん今日はすみませんって、あれ、ツイキャス音聞こえる今、はい、大丈夫です。あ、聞こえます、どんなですか、ね、あらあら、どうですか、あ、大丈夫ですかね。ひとみん稽古しながらラジオ聞いてるの、ね、まぁ、あ、ちょっと合間でしょうね、あ、休憩の事件、うんうん、ひとみんが見た無敵の、あ、無敵じゃなくて、もう言ってるやしや、ひとみんなんか無敵のエピソードあったらちょっとください、うんうん、お願いします。はい、全然こんな感じで、うん、雰囲気も暗いんで真っ暗ですよ、はい、そうですよ、照明もないよということですね。ほっぺさんありがとうございます、ありがとうございます。じゃあどんどんいきますか、うん、はい、びっくりネームパラパラ一文字でも違ったらダメさん、あー来た、ありがとうございます。ポッポーチーマ、あ、テーマテーマ無敵、はい、これまで感じたことないですね、ん、しかしきっと無敵状態になれるんだろうなと思うことはあります、うんうん、それは皆さんと同じですが恋愛です。あら、うん、恥ずかしながら私、身を焦がすほどの四六時中相手のことで頭がいっぱいになるような恋愛をしたことがありません、はい、エビクの皆さん、やっぱり恋愛は無敵になれるのでしょうか、うん、モノクロの世界から輝いている世界になるのでしょうか、愛されるよりも愛したいマジでなんでしょうか、キンキね、モテキ来い。俺がいじったやつまたぶっこんできたのこれね、うん、これとはちょっと違いますけど、うんうん、なんだこれ、男だけが言いますけど、なんか童貞を卒業した時の無敵感ないですか最初の時瞬間の俺一個階段登った、俺もちょっと怖くないじゃないけど、この俺はな、達成したぞ、みんなよりもちょっとレベル上がったぞ、周りのやってないやつよりもちょっとまあワンランク上がった感じありますよね。それはあるね、確かにね。このえ、お前まだ童貞あ、俺したけど俺やったぜみたいな、まあまあまあ、そう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 、あるな、なんかその時の無敵感ありますね、あるある、一時的なこう、ね、うん、そのもう思い出せないですけどね、その頃の純粋な、俺はもう卒業したその日、その行為の後に、うん、壁に頭を打ちつけて、うん、やったって叫んだ俺はとうとうらしたぞとこれはもうその相手も返した後に一人でやったんですか、一人で壁に、 あまりの喜びで、いやでも、うん、悶々としますよね、する、うん、ただね、なった時はどうしようってなるっていうね、これがあれか、ひとみんそのテーマ噂に聞いてたあれか、まあ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 、まあ、読んでたあれか、これビデオで見たあれかって、これは無敵なのかと思う、ちょっと分からないですけど、無敵だろ、無敵な感じになりますよね、気分的には、負ける気はしないね、うん、パラパラさん、そういえば先週のテーマ、ラジオネームだったし、はいはい、はいはい、その時来てなかったんだけど、この理由も知りたいよね、あ、知りたい、そうですね、この分かりにくさ、パラパラ一文字でも違ったらダメ、わかんないですね、ちょっと送ってください、うん、これ、ね、うん、俺はもうこのラジオネームこの、あ、もうそれ先週かくそ今日は無敵だよ、無敵ね、うん、無敵、じゃあもうちょっと読みましょうか、読みましょう、うん、もう一つ読みましょうね、うん、ラジオネーム大工さん、ありがとうます、ポポ、あ、こっちの方か、うん、声のテーマは無敵、はい、無敵なことですか、ライフセーバーやっていた時は市民プールで子供たちに恐れられていた存在でしたよ。ライトセーバー、ライフジェット、ああライフセーバー、ライフセーバーね、うん、
言うこと聞かない子供は本気で叱って泣かしてました。でも帰るときにちゃんとアフターケアして、次の日にまた元気よく遊びに来て、言うこと聞く礼儀正しい子供に大変身、うん、あーなるほど、変わったんだね。いいですね。でも怒ってる姿がすまじいらしく、後輩メンバーの間ではあの人に違反した子供を見つけさせたらダメという暗黙のルールができたらしく、後輩たちの結束も固くなりました、うん、いい言い方をすれば一石二鳥で結果オーライな話でした、はい、ではここでひとみんに問題出てるな。出てるね。ひとみんに問題出てるんで、これはやめときますか。やめとくか。ひとみん読みます。一応読もう。ではここで問題、はい、うん、でれ、プールや海にいるライフセーバーは溺れた人や怪我した人を救助したり手当てしたりするのですが、実際は何のためにいるでしょうか。答えはラジオ聞けたらまたメールします、うん、ではではお時間まで頑張ってください。あ、それ以外ある？いや、なんでしょうかね。多分なんかクジラ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 は関係ない。あの望遠鏡だから、はい、まあちょっと無敵なものを見るのかな。無理やりだな。ないなんか無敵なものって。この、うん、大工さん続きあるよ。あ、あります、うん、あるある。ちなみに正解できなかったら、瞳の JK 時代のプリクマプリクマ、プリクマ、はい、あ、プリクマね。プリクマって言ったんです、童貞卒業した時に。童貞卒業した時に意味やからプリクマプリクマって壁にぶつけたの頭無理くりだろはい、プリクラをね、ひとみいないで誰もあの俺らしか得しないってことね。見たいね。わからんってよ。ひとみ見たいよね、うん、答えないで見ましょうか。見ましょう。当てられないもん絶対、うん、何ですかね、何見てるんだろう、うん、子供たち救助する人見てないってことですよね。じゃあ見てるのか、それけどそれがメインじゃないけど、一人で行って一人で作るよし何を見てるんだろう、うん、人件費、まあ、まあ彼を考えながら、うん、ちょっとコーナー、ね、次のコーナー行きましょうかね。スポンサー紹介の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあエビック紹介のコーナー行きましょうか。はい、ですね、結構運動会シーズンですけれども、はい、皆さんビデオカメラの中身パンパンじゃないですか。パンパンですよね、うん、はい、やっぱりね、お母さんとかが撮る場合、ずっと撮りっぱなしな人が多くている。あ、うん、整理せずに。そう、なるほど。直前になって入らないんですけど DVD にできませんかっていう結構あるんですよ。早めに持ってきてください。そうそうそう、大変なんです、うん、へえ、本当に作業がハードディスクだからとんでもない量入る。とんでもないですよ、ね、今のカメラって。はいはい、うん、だからね、ぜひぜひ早めにね ABIC に持ってきていただければ、うん、中身を DVD にしてちゃんと分けて置いときますので。へえ、うん、大変だよ。大変だよね本当に。相当多い分数とか、うん、時間容量多かった全部チェックしないといけないから、うん、どこで切るとか、うん、何秒でここで切るとか、うん、カットとか。なるほど、うん、大変だよ。え、これって何ですか。それは全部聞くんですか。こう早送りとかせずにちゃんと聞くんですか。日付順とかに分かれてるんだったら分かりやすいけどね。たまに なくて時間だけとかあるんですよね。何分何分とかで区切られてるやつとか、超大変なんです、うん、順番をそう、こまめに持ってきてくれたらね、うん、パッてできるし、そうそうそう、短い時間でできますよね、うん、あとカメラだ、あのビデオカメラだけじゃなくてスマホとか、はいはい、ずっと貯めてる人いるんですけど、います。それもね、こまめに持ってきてください。僕ですぜひバックアップがてら写真も動画もできますので。あ、なるほど。してますけどね、うん、はい、なので大山店、合わせ店、ぜひとも両店お越しください。お願いします。以上、ABIC紹介でした。じゃあ曲いきましょうか。何ですか。先週かけられなかった、はい、進撃のめいちゃんさんからのリクエストでございます、はい、決め石で仲間です。仲間、いい曲よねこれ。じゃあその間にちょっとツイキャスのコメント読みたいと思います。進撃のめいちゃん、なんか暗いね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、でもこれ雰囲気あってよくない、うん、ねえ、たまにはいいな。青いソニカさん、こんばんは。読谷は雨。あ、ゲノワンもさっきも言ってた。さっき言ってましたね。パラパラちょっと降ってますね、うん、やっぱり今日降るんだよ、うん、なんでか分かる。何ですか。俺が精査しようとしたから。なんで毎回降る。そうなんですか。あるある、分かります。俺も洗ったら翌日ぐらいに結構降りますよね
いやいや、無駄って感じですか、要は。そう、まあ、一応無駄ってことはないけど、なんか気持ち的に嫌ですよね。一応まあ汚れ落としてるわけだから、うん、まあ、雨降っても水は弾くさ、はい、ヤシが、うん、気持ち的に嫌さ、うん、はいはい、洗ってきれいに拭いたのになんで降るんだよっていう、はい、だから聞いて、俺に。ああ、降るから。降るから、ちょっと明日の天気とか聞いてったら、いつ頃洗車するかとか聞いてくれれば、もし降らしたいんだったら洗うし、降らしたいんだったら天才してたら荒らすし、荒らすし、荒らすし、天候を、天候荒らすし、天候荒らすからさ、あなたはもう水に困ってる人に家に行きなさい。頭いいだろ。いや、頭ビジネスできるんじゃない。行けるか。いいっすよね。アフリカに行って車洗えばいいでしょ。めっちゃ怒らずね。じゃあ、フリー水、飲む水のあれなのに車洗うの。こいつは何をしてるんだ。スプリームさん、ワンパンコ、あれ、ピトミンがいない、てか忙しくてしみれないって。しょうがないっすね。しゃあないっす、うん、ピトミンはもういないです、今後から。いや、本当にこれ、ピトミンいない可能性ありますね、年末まで。危ないっすよ、うん、いやがひとみんやればいいね。やります。うん、あのガリットチュウみたいな。明日までだろ。ガリットチュウみたいな。そこでそれ出す。なんかひとみんが今まで喋ってきたこととか、うん、何言いそうだなとかも大体わかるさ。把握してるでしょ。もう長年一緒にラジオやってきてるわけだから。なんか浴衣着て、あ、いいね、いいね。なんかちょっとひとみんがちゃんと演じてみればいい。いいですね、それちょっと。いい、ね、3人じゃあのこうごちゃ混ぜシャッフルします。3人ひとみんもいて、3人でひとみんが30歳役やって、はいはい、あ、いいね。ちょっと茶化し、茶化しの小ボケいって、はいはい、あなた板挟みになって、俺はひとみんみたいに。なんか茶化しの小ボケって嫌だ。なんか言い方が嫌だ。茶化しの光景は俺が言ってる人みたいな。BGM になってトゥー、うるせえわ、うるせえわ。やってみようじゃん、ひとみん。ひとみん、それパイレーツやし。あ、パイレーツって言ったら出てましたよね。無敵に、無敵、無敵じゃなかったですよね。無敵でした。無敵は西本遥さん。西本じゃなかった、西本さん。あ、西本さんだ。西本さん、西本さん出てたよ。探さなくていいけどね。出てたよ、ちょっと調べるわ。ダメよ。多分無敵出てたと思うけど、誰が食いつくのか。今日コインが全然ないので、多分2回に分かる。ああ、皆さんもしよろしければコインを、延長コインをお願いいたします。お願いします。ひとみんちょうだい、ね、ひとみんください。ひとみんちょうだい、5個、5個、5個。ひとみんちょうだい、ひとみん。なんか清水もらおうとしてるけど、ちょうだい、やめてよ。いや、そんなこと言うなよ。そんなこと言うなよ。俺は絞れた大嫌いなんだよ。わかります。嘘つくな。嘘つくな。もう無敵の会話しようよ。めっちゃメール来るな、うん、すごい。無敵で喋ろうぜ。どうせ言えなくなりそうだからあれだけど、うん、俺の中の無敵のあれ、あれだな、喧嘩した時に泣いた相手。あー、わかる。無敵つか卑怯な。もうなんか、わかります。わかる、わかる、わかりますよね。やばい、この、この時の相手の無敵感はやばいぞ。泣き止むまで待ちますからね。それ二つに分かれる。例えば泣いて無敵感が高まるやつと、うん、一定期間だけ無敵になるやつ。マリオのスターみたいな、スター取ったら一定期間だけ無敵やし、そういう人いない。マッチが泣き疲れるってってことですか。ってこと。あ、薄まさ泣き疲れて体育座りして座ってるやつがいたんだけど、うん、デージ金玉見えてるわけ。は、男よ。当時小学生の時って超短い短パン履くの分かります。ホットパンツみたいな、あれ履いて体育座りしてで死んだいてるんだけど、薄まさ金玉見えてる。本人泣いてるけど教室中みんな爆笑だろ。余計それで泣いて、それ余計それで泣いて、小刻みに金玉も揺れるし、ヒクヒクって言えなさ。また出たわざとらしい笑い方。うるさい。いいじゃないですか。なんか今高見が練習してるらしい。言わなくていいわ、その笑い方をね。ちゃんと笑いたいんですよ。笑える子になりたいの俺は。ちょっと笑ってみてじゃあ。こんな子役いますよ、ね、こんな子役いるわ。むせてるやつ。さあ、そろそろ行きますか。あと30秒ぐらい。あと30秒、うん、30秒いけないな。すごいですね、ツイキャスのコメント全部読むって言って全然増えないです。そんなことありますか。いやいやいや、このツイキャスを画面って皆さん見えてるんですか。見えてる、見えてます。だって、ね、いますから、うん、そうだよね、はい。じ
じゃあ偽りでは言えないってことか。じゃあ入れるほどのトークでもないです。もはやもはやしょうもなさすぎて、まあこの下水会話に加わりたくないかどっちか。もっと下宿してやろうぜ。さっき下宿してくないですか。はい、 CM の後もまだまだ続きます。 See you。 メール6通ぐらいありますね。いいね。まいった、呼びましょう。じゃあこれはこのコーナー無理だな。やっぱ全部読まないと。じゃあリーさん読んでいい。誰ですか。あ、はい、リーさん。誰ですか。サーブさん。本当にお米とこないで、ね、すごいよ。ひとみんま悔しいな。ね、見とけよ、見とけよ、負けたくないですね。負けたくないよ。負けねえぞ。もともとオリジナルなんだよ、こっちが。そうだぞ。そうですよ。ひとみん普及ラジオじゃねえんだよ。だからテイク飛行だったんですよ。最初。うるせえ。でしょ。うるせえ、うるせえ。どうするか。え、あと10秒。無敵デビューしますか、誰か。俺らどっちか。やりたい、俺。しのけんさんにちょっと。3。やりたい。1。びっくりラジオ、芦田愛菜だお。FM ギノワンからお送りしております。エビックのエビックイラジオ。今週のテーマは無敵となっております。無敵。メールよろしくお願いします。よいっす。びっくりネーム、サロお兄さんです。こんばんは。ありがとうございます。ポポー。無敵。同級生に、正しくんっていたんだけどね。うん。正しくんは小学生ながらにがっちりしていたのね。もちろん強かった。そんな正しくんだけど、授業中にうんこさん漏らしてね。うん。ずっと知らんぷりしてた。だけど、匂いは教室中に充満して、正しくんが漏らしていることは確かなものだった。やだ。でも、うん、正しくんは白を切ったのだ。今思うと、あれが無敵と言えるのではないだろうか。僕はそういう無敵はいらない。終わり。いやー、わかる。メンタルやばいな。いやー、まあ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 、まあ、俺はやってないと。まあ、バレてるってことでしょ。その人なんだろうなっていう。ケツ膨らましときながら。いや、どんなあれよ。どんな椅子？ケツ膨らむ椅子。違う違う違う、お尻、お尻。ああ、そっか。うんこしたとき、漏らしたときあるでしょ。教室ではないのか、このときは。どこで漏らした？で、これは。これは教室でしょ。ですよね。ああ、そっか、でも漏れるのか。うわー、やば。でもまあ、どうせその後、うん、まあ、席立つなりしないといけないから、うん、トイレ行くんですかね。立たないでしょうね。ずっと。俺だったら立たない。いや、バレますよって。放課後まで立たない。一工事っすよ。一工事って書いてあったか。一工事だとどうします。給食だったら給食どうするんですか。食わない。え、食べない。バレてるじゃないですか。こいつ食べないなって動く。バレてますよね。やったって。それで俺は勉強がしたいと。よつけや。俺は動かないぞ今日は、はい、飯もいらんと、うん、休憩もいらん。もうカレー食ってるから今。カレーは食ってないわ。キーマカレー今食ってるから。どこの奥地で食ってるばや。うるさいわ。言えるか。下の奥地ね。今カレーということで、はい、次行きましょうか。次行きますか。じゃあ俺行きましょうね。はい。ひとみん、サンチャンネルさん、高見の見物さん、バナーさん。バナーさん、荒いな、いじりが。こんばんは。こんばんは。シュプリームです。昨日結婚記念日だったけど、白を切り通して結婚記念日なんてなかったことにしたびっくりネーム。違うな。マックフライポテトは飲み物です。ごめんなさい。上にフロムシュプリームって書いてあったから、シュプリームって読みましたね。こんばんは。バタバタしていて、キャスへのコメントができないかもしれないのでメールしました。うん、さて、今晩のテーマはアルファベットで無敵。無敵。やっぱ高橋翔子でしょう。絶対言うと思った。G カップの完璧ボディを見るだけで、ドゥクンドゥクンと股間が、いや、鼓動が高くなります。鼓動が。え？その無敵ではない。うちの嫁は無敵です。以上終わり。切ないねー。やっぱ高橋翔子さんが好きなのか。このねー、さっきちょっと読んで、うん、はい、高橋翔子さんどんな人なのかなって見たんですけど、うん、お世話になってました。、うん、お世話になってたか。なってましたね。なるほど。ちょ高橋翔子さん
綺麗だなとか思うんだけど、はい、一旦ここで放送が途切れますね。